これね、うん、これです。何ですかこれ。これちょっと、大量の、うん、あの殺人現場の古い写真やったんですよ。うわ、本物やほんで。どうも、都市ボーイズの林康弘です。どうも、カルトコレクター田中俊之です。はい、お願いします。お願いします。はい、今回もですね、呪物の紹介をしていきたいんですけれども、はい、田中さん、何かありますか。今回は僕ということで、はい、ぜひぜひお願いします。そうですね、これね、うん、これ何ですかこれ。これちょっと、箱なんですけど、何入ってるんや。あの、まあ、呪物集める時って、うん、あのお客様が持ってきてくれるとか、うん、多いですね。あとは、まあ、オークションね。最近我々もあんまやってないですけど、やってない。もうオークションとか、あとはあの引き取りと、うん、僕はその古道具屋とか骨董品屋とか行くじゃないですか。そうか、海外の買取とかね、はい、ありますよね。で、関西で懇意にしてる骨董品屋があるんですよ、うんうん。で、何か曰くありそうなものがあったら電話かかってきて、はい、ちょっとあの見に来てやみたいなんで、うん、で行ったんですよね。でそこの骨董品屋さんで、あのこれを出されて、ほう、でこれはねって言って、あの、まあ、一軒ある家が、うん、あの誰もいない状態になって、その権利を買って、そこにある、まあ、アンティークの机とか含めて、はい、あのごっそり取ってきたんですって。取ってきたというか、うん、ちゃんと権利を持って、はい、でその骨董品屋さんのとこにまとめて来てたらしいんですよ、うん。でその荷物をあの、まあ、隅の方に置いてたんですよ、うん。で後でまあ整理しようかなって言ってて、じゃあそのお店のお客さんが来られて、まあ、それ常連さんなんですけど、他の商品バーッと見ながら、じゃあね、なんか奥にあの誰かお客さんでもいるんですかって聞いてくるんですよ、はい、のオーナー店主に、で、いや、その時は店主一人やったんですよ。で、いや、誰もおらへんよって言うんですけど、うん、あのなんかうめき声がずっと聞こえるねって言うんですよ、で、いや、誰もおらへんよ、うん、で、どっから聞こえるのよって、ちょっと奥に入って、あの荷物の奥からうめき声が聞こえるんですよ。ピンポイントで分かるんですね。で、ううっていうなんか苦しそうなうめき声聞こえる、うん。で、いや、おらへんって言って、その荷物のところに2人で行って、で、そのお客さんが指さしたのがこの箱やったんですよ。こっから聞こえる。こっから聞こえてたんだ。で、なんだそれ、怖って言ってその人帰っていったんですって、うん、はい。で、これなんやろうと思って店主があの中身を確認したんですよ、うん。確認したら、何、風呂敷になってて、で中はね、あの大量 の、うん、あの殺人現場の古い写真やったんですよ。うわ、本物やほんで。そうなんですよ。俺はだから動画にはあんまり見せれないんですけど。なんで持ってきてん、すすじゃないの、すすじゃないの。でもこれすごいっすね。これがね、で、ああこういうことか、まあこれ多分昭和初期とかそういうもんで、うん、でもちょっと流行ってたらしいですもんね。ああそうね、絵はがきとかなんかこういったなんか写真とかそういったものでね、収集家がコレクションするみたいなのってね。で、うわ、まあ、やっぱ子供とかもいるわけですよ中には。うん、いや見た今ちらっと。でやっぱこういう写真やから、そういう何、うめき声もするわなって言って、うん、そうね、これはちょっと気持ち悪いからっていうことで、うん、田中さんにちょっと渡すわって言って預けてもらったんですよ、うん、はい。でこれをね、うん、まあ僕が帰っていろいろ調べたんですけどね、この奥にね、うん、これ多分見せれないと思うんですけど、モザイクとかいけるんですか。これね、フードが入ったんですけど、はい、あの警察署のフードなんですよ。あ、でよくよく聞いたら、うん、あのこれ持ってたの警察の人みたいでした。だからもうそれ以上は言わないですけど、そっか、多分趣味で、うん、集めてたんだっていう疑惑のものです。で、だから集めてたものを例えばご家族とか、うん、そういった方がちょっと気味悪いからって言って売っ払ったりとかして、はいはいはい、でそれが流れ流れて田中さんの手元にみたいな。そうですよね、叫び声っちゅうのもなん
か嫌やわ。こんだけやっぱ写真集めて、まあ、大切にしてる感じではあるんですけど、うん、あのまあ念みたいなものもこもったんじゃないかなと。そうっすね、と思いましたね。だってもともとは集められてたもんじゃないしね、うん、バラバラなわけだし、 そうですよ、それがぐっと集められて、なおかつなんかその趣味でね、しかもそう箱の中に入れられてるっていうのもなんかやっぱりそうか。だ現場の写真を、うん、多分ないないポッポしてたんでしょうね、うんうん、あそうか、悪いやつです。あれ言いますもんね、なんか、うん、絵とかさ、前もそうですし写真もそうなんですけど、その当時の声みたいなんで叫んだりするって言いますもんね。だから出してくれとかじゃなくて、もしかしたらその殺害された時の声とかやとちょっと嫌ですね。いやそうですよ、ね、もしかしたらその現場の、そうそう、結構ね写真見てたんですけど、そ、うん、もうあの殺された現場で撮ってるやつとかも、うん、あそう、うん、そうですね、多いんで、うん、ま、直後の可能性もあるじゃないですか。うわ、それは無念の思いがいっぱい詰まってるでしょうね。神というかね、あの、うん、そういうペーパーに宿したものだと思いますよ、うん、ペーパーに宿したもの、ね、そんな話ばっかりが集まって書籍があったらすごい嬉しそうですね。ペーパー、神で一括りにした階段ねえか。でもそんなもんな、あるわ。えそんなもんがありました、ありました。誰が出してるんですかそれ、そんなもん。あのね、田中俊之ってさすが出してましたね。何この茶番。これが素晴らしい。その神にまつわる、うん、あの不思議な話を集めた、はい、この話も収録されてるんですか。この話もね収録されてます。おお、はい、詳しくじゃあそこで神呪いるわけだ。はい、神呪いという本がこの度二見書房さんから出ましたんで、はい、うん、こういうふうにあのこの神にまつわる、うん、まあ写真もまあそれそうですよ、ペーパーじゃないですか、うん、そういうあの怪奇な話、不思議な話が詰まった一冊となってますので、うん、はい、皆さんぜひご購入くださいませ。読みましたけどかなり面白かったですよ。いやだから本当にあの送るんで買わなくていいんですよ。いや今日はあのサイン欲しいんで、もうサインして送るんで、あの僕も持ってますから、あの買わなくていいのに。これね、僕も持ってますから。あなたは買わなくていいのに。神呪い送るんで。これ素晴らしいですよ。出版社もビビってましたよ、ね。本当にいいところに並ばれてたっつって、うちの奥さんが。もう奥さんも含めて嬉しいって言ってましたよ。2冊送るんで買わないでいいんです。いやで2000円1冊でいいですけど。今後買わないで。本当にすごく面白い。ぜひぜひ。あなたは。いや買わないでおかしいでしょ。でもなんかこうね、文字だってやっぱ面白いですけれど、物目の前で見られたりとか、なんかそういうイベントあったらおもろいけどね。でもできないか。この間呪物展も大阪終わったところだし、いやそれがね、あの呪物展もあるんですよね、うん、実は。え、はい、そんな、でも誰がやってんのそんなの。あのね、うん、田中俊之ってやつがやってる、ね、決まったとこ置いとけよもう。そこなんでなくすんや毎回。さっきまであったのに、どこに行ったのこれ。え、どこに行った。後ろのこれじゃなく、あこれですわ。そうなんですよ、まあ博物館とか行けばね、うん、呪物とかも見れるんですけども、はい、やっぱりこういった個人的なものってなかなか見れない、うん、ね、所有のね、個人所有は、そういうものが、まあここに来たら見れるぞということで、うん、8月7日から8月18日まで、はい、素晴らしい、秋葉原の書店ブックタワーっていう本屋で呪物書店というのを開催しますので、はい、いいとこです。皆さんぜひぜひお越しください。ぜひぜひ、はい、これいつ行っても行けるんですか。いつ行っても見られます。すごいですね。じゃあそういうスペースがもあるわけだ、広い。そうなんですよ、スペースがあって、これすごいじゃない。そこにずっと展示されてるので、ここの載ってるやつはもうほぼ見られるもの。ほぼ見ますね。チャーミーはちょっと忙しいんで、 あ、そうあっち来たり、確かに、ね、こっち来たりする。ここやっぱおすすめですよね。わら人形ね。わら人形すごいですから、ね、これあのやっぱりこの写真で見るとちっちゃく写ってるけど結構巨大じゃないですか。結構でかいです、ね、巨大で、僕も初めて見た時うえって思っちゃったし、はいはい、ぜひぜひこれ生で見る価値ありですよ。そうなんですよ、皆さん、うん、ぜひ来てください。すごいですから。そして僕からはですね、はい、あの2人で、書籍が出まして、怖い話で飯を食う。いや勝手に食えよって言わないですよ。祝いでも別に本出してまで。そうなんですよね。これはですね、まあ、物とか話とかが主役じゃなく、うん、僕ら二人にフォーカス合わせて作っていただいたという
なんか奇妙な、まあ今までないじゃないですか、うん、そうですよね。どうして僕らがこういう会議に対して興味を持ったのか、うん、そうそうそう、事物収集するときにどういうふうにしているのかとか、最初に手に入れたものとかとかね、うん、なんかそういったところにフォーカスを当てて、いろいろ文章でもってお伝えしているので、ぜひぜひこちらもですね、見ていただければと思います。結構ね、はい、こう、うん、対照的な2人でもあるんですよ、うん、そうですね、生い立ちが。その辺も確かに面白い。そうか、生い立ちもありますし、僕ら2人が初めて会った時の印象とかもありますもんね。そうそうそう、うん、ぜひぜひ。これあんま話したことないですよね。ナイスナイス。そうそう、ぜひぜひ見てください。はい、はい、以上でございます。はい、まあ、今回はですね、神にまつわるというか写真ですね、そうですね、ペーパーですね、すごい恐ろしいものでした。はい、はい、でですね、あ、田中さん、あの、都市が行く、都市が行くという YouTube チャンネルをやらせてもらっております。で、私も都市ボーイズチャンネルというチャンネルやっておりまして、今僕らが撮らせていただいたこちらはですね、デイトナインターナショナルチャンネルということで、はい、こちらはいろんな方がですね、オカルトの講義をやっておりますので、遡ってぜひぜひ見てください。はい、以上です。ありがとうございました。